欲望が集い場所、愛された者、呪われた者、殺された者、彼女たちは自らの未来を書き換えることができるのだろうか。 信じる者のために戦う。私の前に立つなら誰であれ
敵だ。 兄様は私を守ってくださいね。かぼちゃの馬車が迎えに来そうだね。おはようございます。きつい仕置きをお願いいたします。操り人形の方が楽だよね。それは写し鏡。 醜く育ったあなた自身。次はこの方を読んでください。 僕の杖は本当に性格が悪くて。 残虐で、でも頼りになるので。狼さんのお腹の中はとても臭くて生温かくて、とっても居心地が良かったです。この名の通り、私に汚れなど許されない。一点の曇りなく天から降り注いだ真っ白い雪のように生きるのみ。上も 下も右も左もない。あらゆる場所は本で埋め尽くされている。この世界の名はライブラリー。物語と言葉が支配する空間。悲鳴が聞こえる。嗚咽が聞こえる。嘲笑が聞こえる。 方向が聞こえる。すべては物語に登場したキャラクターの声。人ならざる者たちの呪いの言葉。彼らの願いはただ一つ。作者を復活させる。そのためには他のキャラクターたちをすべて滅ぼさなくてはならない。 主よ、あなたに勝利を捧げます。
スノーは認識する。どこまでも続く黒い闇、赤く染まった雪の中、己が歩むべき道を見る。細切れの小寄を集め、一つに紡いだグリム兄弟。なすべきは恩ある主の復活ただ一つ。その願いの前に、たとえ無数の犠牲が必要だとしても、彼女は進む。この使命、阻むものすべてを踏みつけて。邪魔をするな。消えなさい。邪魔をするな。カモミールのアロマ。おやすみなさい。ゼラコ、気持ち悪い。邪魔をするな。消えなさい。
命など惜しくはない。すべては主のためにあるのだから。ほら、攻撃のチャンスだよ。圧殺